おばこ殿は、鎌倉時代後期の高級官僚。右大臣、西恩寺公圏の娘。おばで、五代醐天皇中宮のである、西恩寺義子の副心の一人で、女房三役の一つ中宮のおばこ殿を務めた。義子崩御後の女隠語が後京国院であるため、おばこ殿も後世には後京国院おばことも呼ばれる。また、五代醐天皇第一王子の御事と両親王の日で、 男子を設けた。現行の乱以前に死去。歴史的な生涯は、不明な点が多いが、軍記物語、大平記では、ミコトリ親王との恋愛物語が描かれた。この伝説によれば、ミコトリは、学問にも和歌にも秀でた、高貴な美青年であったが、時期交代をめぐる清掃に敗れて気鬱になり、死下や還元で心を慰めて、引きこもりがちになった。そして、 現実の女性への興味を失って、当院左大将からもらった、現氏物語の絵の中に描かれた美女に、恋焦がれるようになってしまった。ところが、美琴トは、ある時への美人に、そっくりな現実の美女を発見し、おじでか人の二条ため冬の手引きもあって、それが、おばこ殿であることを知った。いい夜、る、美琴リに、はじめおばこ殿は乗り気ではなく、 特大寺左大将という婚約者が、すでにいたこともあって、御事漁に連れない態度をとった。しかし、御事漁は千通もの恋文をおばこ殿に送ったので、おばこ殿の側でも次第に心を開くようになった。だが、ある日、政治学の講義を受けた御事漁は、中国の名君の、東大層は、すでに婚約者がいる女性を無理強いして高級に入れる。ことは、 決してなかったという逸話を聞き、自分の行為に恥じった。そして心が折れで、恋文を出すのを止めてしまい、一人悩み苦しむようになった。徳大寺左大将は、御子寮の惨上を見るに見かねて、おばこ殿との婚約を破棄し、恋児を御子寮に譲った。晴れで、公認の中になったおばこ殿と、御子寮は、たちまち仲睦まじい夫婦になった、と描かれる。また、 後半では、鎌倉幕府との戦いの中で、土佐国に流された御子と領を追って、おばこ殿が波乱万丈の旅をする冒険が描かれる。剣武の申請で、夫婦再会できた幸せもつかの間、数年後に、夫が金ヶ崎の戦いで敗死すると、おばこ殿は、嘆きのあまり数頭日のうちに衰弱死したという。しかし、実際には、 おばこ殿は、原稿の欄前に死去しているので、この後半部分は完全な虚構である。ただ、おそらく史実でも、おばこ殿と、美ことりは、円満な夫婦で、それが、物語という誇張的表現で反映されたのでは、ないか、という推測もある。美ことり親う神らを主催神とする、金崎宮は、別名を、恋の宮といい、太平記のおばこ殿との恋愛物語によって、 ミコトリは、むつび和合の神様として祀られている。さらに、太平記の恋愛譚は、室町時代から、江戸時代初頭にかけて流行した、講和構えの題材の一つになり、新曲という作品が作られた。江戸時代前期には、新曲の場面を描いた絵本や、扇なども存在した。絵本、新曲よりおばことの、明城大学書像、絵本太平記研磨記より、 御事両良の小林子が、鎌倉時代末期、右大臣、西恩寺公権の第五女として誕生。後の主君となる西恩寺義子は、おばにあたる。元王元年8月7日、五代五天皇の聖妃である義子が、中宮のに作立された。これに伴い、正確な時期は不明だが、中宮のおば子殿に不任される。おば子殿とは、 裁縫などを司る部署及びその別党のことである。中宮のに仕える女房である。宮の女房の中でも、中宮の戦時中宮のおばこ殿、中宮の内子の三役は特に最高幹部とされる、高級官僚である。戦時が宮の女房の顔であるのに対し、おばこ殿は、実務上で再配を振るうことが多い。三役の筆頭は、戦士でおばこ殿はそれに次ぐが、 11世紀後半には、中宮のおばこ殿の方が地位が上になったという説も、あり、いずれにせよ、おばこ殿は、吉子の部下の中でも十二を争う重心だった。なお、同僚の最高幹部のうち、中宮の戦時は二条派の有力家人の二条、藤子、中宮の内氏は同じく家人のあの霊子である。やがて、五代醐天皇の第一王子である御事領親王と結ばれた。御は、 宮廷中の女官が色めき立つ絶世の美顔師と言われ、両親の二条ため子、五代後共に二条派を代表する外科人だけあって、和歌の際にも恵まれていた。慣れ染めや交際が始まった時期は不明だが、軍旗物語、太平記の伝説によれば、時期交代子の座を巡る清掃に敗れて、昇進の御事漁に見染められたという。仮に、もしこの伝説を鵜呑みにするなら、御事漁が、 和人ひとに敗れた火略元年かそれ以降のことである。おばこ殿の方が若干年上の夫婦だったとも考えられる。美琴とは特次年間の生まれと推測され、おばこ殿は年齢不明だが、同僚の二条藤子が1300年かそれ以前の生まれで、あの連氏が昭安三年の生まれだから仮におばこ殿を連氏と同年齢とすれば、 ミコトリョウより5歳以上年長となる。もっとも有力公家であるサオンジ家の出身として、蓮氏よりも若くして、中宮の女房の幹部に抜擢された可能性もあり、その場合はミコトリョウとほぼ同年齢の可能性もある。おばこ殿がミコトリョウの正否なのか側質なのかは確実には不明である。尊卑文脈では、目掛けとする写本と単に妻とする写本の系統がある。 マスカガミ、村しぐれでは、ミコトリには二人の妻がいたとされるが、どちらが正質なのかどうかは言及されていない。その後、ミコトリオ神との間に男子を設けたが、五代醐と鎌倉幕府の戦いである現行の乱で、ミコトリが六原丹大に拘禁される以前に死去した。太平記の伝説の後半部とは矛盾するが、こちらのマスカガミ説の方が史実として支持されている。 現行の乱が始まり、笠木さんの戦いで、五醍醐天皇と三子と両親王が敗北して捕らえられると、五醍醐の十歳以上の三子は刑から追放され、王女と十歳以下の三子は刑に止まることを許されたが、叱るべき人々のもとに預けられることになった。この時三子と両親王の息子も連座して、適当な人々のもとに預けられた。その後、 おばこ殿と、みことりょうのの間に生まれた男子がどうなったか、確実には明らかではない。歴史書としてはそれほど信頼性は高くなく、半ば伝説ではあるものの、江戸時代に成立した南方記伝、南朝変年記略、後進系等によれば、父のみことりが、金ヶ崎の戦いで廃止した、延元2年、剣務4年、実の祖父である、 五代五帝の勇士に迎えられ、神皇宣言されて、南朝皇族の守る栄神皇となり、皇は三年、永徳三年に落職したと伝えられている。おば子殿の埋葬地も明らかではないが、太平記の伝説では同じ墓に葬られるように、御子殿をとっちかった仲だったと伝えられており、これが正しければ、京都市左京区の前林寺の側の御子殿神皇母である。おば子殿と、 御事両親王は、軍記物語、太平記ルフ本館十八、東宮官御のこと不一の宮目安所のことの恋愛団の主人公として描かれる。なお、ルフ本系統では、東宮官御のことと一の宮目安所のことでひとまとめにされて、末期十八の中盤に位置するが、それ以前の写本では、一の宮目安所のことの恋愛団が独立していることが多く、のじり本。 素春本、慶長七年本では巻き十八徒の関東を、日置本、合成本、兄弟本では巻き十九の関東を飾る物語だった。以下は、天章本のあらすじ。絵合わせで、源氏物語の絵の中の美女に一目惚れする、御琴両親の、絵本、新曲より、明星大学所蔵、古代五天皇一宮の御琴両親のは、学問も容姿も優れており、 いずれ皇太子になるだろうと期待されていた。しかし、北条特捜家の北条高時の横やりによって、次の皇太子は、五二朝天皇第一王子で、御琴領のいとこの国吉新王に決まってしまった。清掃に敗れてがっくりと来た御琴領は、何もかもが枯れていく気分になり、鹿や歓迎に遊んで暮らしていた。御徒領ならば、王女の娘だろうが、石棺家の娘だろうが、 どのような女性でも望むまま手に入るはずなのに、これと気に入った女性がいないのか、独身のまま過ごしていた。ある時、美琴トは、関白左大臣家の絵合わせに参加した。党院左大将は、源氏物語、橋姫の段の絵を持ってきた。それは、夜に、柱の陰で琵琶を弾く大君と中の君が、雲に隠れていた月が急に明るく差し込んだので、演奏を止めて、 柱の影から顔を覗かせる場面だった。その姫君の顔が言いようもないほど可愛らしく華やかに描いてあったので、ミコトリはたちまち虜になってしまった。ミコトリは、党院左大将から絵をもらって、毎日毎日眺めていたが、絵の中の美人はこちらに何も言わないし、笑いかけるでもないので、気分は一向に晴れなかった。かといって、 絵の美女を諦めようと思っても諦めきれず、以前よりも、ますます現実の女性に興味がなくなってしまった。絵の中の美女とうり二つのおばこ殿に見とれる、美琴両良心絵本、新曲より、明星大学所像。気がめいった美琴両良心王は、気晴らしに、鴨御ご神社のただしの森へ参詣に行ったが、それでも、なお絵の中の美女への思いは断ち切りがたく、涙で、 袖が濡れるほどだった。帰り道、一条王子を西へ過ぎた時、物寂しい館から、琵琶の青海派の気品ある演奏が聞こえてきた。美琴漁が車を止めて、覗き見をすると、数え17から18歳ほどの優雅な物腰の美女が、秋の猿のを惜しみ、物憂げに琵琶を弾いているのだった。絵の中の美女とそっくり、いや、それよりもなお一層気品のある美しさに、 ミコトリョウは頭がぼーっとなり、思わず車から降りて、館に近寄った。すると、誰かに覗き見されているのに気づいた女性は、館の中に退出してしまった。ミコトリョウは恋心を誰にも言わず悶々としていた。そこに、ミコトリョウの正しの森三景に同行していたおじで、歌人の二条ため冬は、ミコトリョウの気持ちをそれとなく察し、気を利かせて美人の蘇生を調べてきた。 例の美女は、西恩寺公明の娘であり、中宮の西恩寺義子のおばこ殿を務めていて、しかし特大寺左大将と、すでに婚約済みであるという。ため冬は、老いの御こと寮の恋の成就のために一計を案じ、おばこ殿の父の公見に頼んで、公見の邸宅で家会を開催してもらった。一同の酔いが回った頃、御ことりは、ため冬の手引きでおばこ殿の部屋に忍び込んだ。 美琴トは恋の悩みを告白したが、おばこ殿は優美に押し黙ったまま、美琴トを拒み、そのまま何事もなく、夜が過ぎていった。宮中に帰った美琴トはたびたびおばこ殿に手紙を出し、その数は千通にもなったので、おばこ殿の側でも徐々に心を開くようになってきた。しかし、その頃ちょうど、中学者の藤原英坊による、当の政治学書、 上岸西洋の講義があった。曰く中国の名君である東大層がある女性を記載に迎え入れようとしたとき、検診の議長がその女性にはすでに婚約者がいることを指摘して立候補をさめたので、大層は議長の還元に従ったという。これを聞いた美子とは己の不徳を深く恥じた。そして、おばこ殿に恋文を出すのをやめてしまい、一人で一層。 苦悶するようになったすると、今度は、特大寺左大将の方が、主張の一宮が、それほどまでに思い詰めていらっしゃるなら、どうして、小石を邪魔できようかと言って、おばこ殿との婚約を破棄して、別の女性の元に通うようになった。晴れで、公認の関係になったおばこ殿と、美琴との二人は、付き合い始めると、 たちまち心が打ち解けてむつまじい夫婦となり、いずれ死後は同じ墓に葬られるようにと、お互い誓い合う仲になったという。とさ入るになったみこと両親王を追って、大冒険に乗り出し、海賊と渡り合うおばこ殿。行動力の高さは、史実で有能な実務官僚だったことの反映か。絵本、新曲より、明星大学所像。史実としては、鎌倉幕府との戦い。 原稿の乱以前にオバコ殿は死去しているが、太平記では、二人の恋愛をめぐってさらに長い物語が続く。原稿の乱で、土佐国に配慮された御子両親王に会いに行くために、決死の長旅を決意する、オバコ殿の冒険談や、オバコ殿を海賊から守ろうとして死ぬ家臣の畑竹文の中に、兼務の申請が始まって再会できた夫妻の喜び、などが描かれる。 また、足利高氏との戦い、剣務の乱において、美琴領は、金ヶ崎の戦いで敗れ、その支給が京都に送られてきた。嘆きの、あまりおばこ殿は、急激に衰弱して、美琴領の49日法要の前に亡くなってしまった、と描かれる。日本史研究者の森茂恵暁は、太平記の恋愛伝説は、資料では確認できないとしつつも、おそらくおばこ殿と、 ミコトリは史実においても、相思相愛の睦まじい夫婦であり、その記憶が太平家に投影されたのではないか、と推測している。また、ミコトリオ新とその異母帝の常吉親王を主催神とする、金崎宮は、衣装を恋の宮といい、おばこ殿とミコトリの恋愛伝説は、金ヶ崎恋物語として、鶴ヶ市観光協会から出版されている。また、 金崎宮案内記の主張によれば、おばこ殿と仲むつまじかった御ことは、むつび和合の神様、つまり、夫婦円満、家内安全、縁結び、事業繁栄などを司る神として尊ばれていると、いう。史実では、おばこ殿の創生に、御ことの内ちにと、悲劇的な運命をたどった夫妻だが、新曲では牛車越しの再会というハッピーエンドで、終わる。絵本。 新曲より、明城大学所蔵、軍記物語、太平記で著名になったおばこ殿と、巫女両親王の,の恋愛談は、室町時代から江戸時代初期にかけて流行した、講和構えの題材にも取られ、新曲という作品が制作された。新曲という名は、最も遅く追加された作品であることと、講和構えの中では最も最後の時代を描いた作品であることに由来する。 史実や太平記では、美琴領は武将としても名をなした人物であるが、新曲では美琴領の戦闘描写は省かれ、純粋に王朝物語的な恋愛伝説として描かれた。ただ、この改編が逆に災いして、武家文化である講和構えの中では、あまり人気はなかった。江戸時代前期には、新曲の教え入りの絵本も制作され、2017年時点で、 明星大学所蔵の奈良絵本、新曲など5点が現存している。また、江戸時代前期、仮の葉とみられる絵師が、新曲を題材にした扇を制作している。ありがとうございます。